皆さんこんにちは。NK フォトチャンネルの中村です。今回は天地のバランスについてお話しさせてください。天地のバランスとは地面と空の比率のことです。参考写真です。この写真は三脚を立てて正面から水平と垂直を出して撮ったものです。地面の割合が多いと思いませんか。だいたい地面と空が半分半分くらいです。 天地のバランスが悪い写真です。このような時はカッティングといって余分な地面をカットしてバランスを整えますパソコン上でカットした写真がこちらですこの写真自体は4対3の比率の写真です一般的なフルサイズカメラですと3対2の比率になっています 建物に合わせて写真の比率は変えた方がいいと僕は思っています。4対3のこの写真だともう少し地面をカットしたいと思います。比率を16対9にしてみました。16対9は映画などで馴染みがある比率だと思います。横に長い建物なので比率も横に長くしてみました。 どの建物でも地面より空の割合を多くしています。建築写真の場合はカットすることも考えながら少し広めに建物を撮っています。天地のバランスをパソコンではなく現場で調整できるシフトレンズというものもあります。機械を見つけてまたシフトレンズについてお話しさせてください。最後まで見てくださってありがとうございます。 チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできましたら嬉しいです。それではまた。